勉強はやるべきですかみたいな質問を、たくさんいただくんですけれども、私の答えは一つあって、今、例えば YouTuber になりたいとかサッカー選手になりたいと思っている人も10年後どう思ってるか、正直わかんないと思います。で、その、可能性を広げてくれるのは、私は勉強だと思っていて、いい、大学にこう進むことによって選択肢はたくさん広がるし、いい大学に行ったり、その、いい会社に勤めると何がいいかっていうと、やっぱ人間ってね、こう、人生の中で浮き沈みって絶対あるんですよね。どんな人間でも調子のいい時期もあれば調子が悪い時期もあると思います。で、それをカバーしてくれるのが周りのみんなだったり会社組織だと思うんですよね。優秀な会社に入ると何がいいかっていうと、一つはすごい刺激をもらえて自分の成長につながると。で、もう一つは自分が調子が悪い時も周りが優秀だったらなんとかなるんですよ、その会社は。ただすごい優秀じゃない会社に勤めてしまうと、自分が成績悪くてみんなの成績が悪くなってきたら会社潰れちゃったりするので、まあ、そういったところで成績勉強頑張ってね、いい会社に行くっていうのはそれだけで、まあ、将来こう安定したりはするのかな。まあ、YouTuber っていう安定しない職業についてる私が言うのもなんですけれども、まあ、将来やりたいことが決まってない人は勉強をするのがすごい効率はいいと思います。だって勉強ってめちゃめちゃ効率いいですからね。だってやるべきことが決まっていて、これをやれば成績が上がるっていうのが決まっていて、それをやればいい大学に入っていい会社に入れるわけじゃないですか。ただやっぱいろんな欲があるわけですよね。美味しいもの食べたいとか、ゲームしたいとか、彼女となんかデートしたいとか、いろんな欲がある中で、その欲をうまく制御しながら勉強でしっかり成績を出すと。それがね、実はこれ学生だけじゃなくて社会に出てもめちゃめちゃ大事だと思います。社会に出ても欲は消えません。いろんな、楽しいことがたくさんあります。そんな楽しいことがある中でしっかり仕事で成果を出せる人っていうのが、いい会社に求められる人材だと思うので、皆さんもね、ぜひ学生のうちから、勉強をしっかり頑張って、まあ、成果を出して、で、やりたいことをやって、生きていきましょうというね、謎の、まとめ方になりました。